トヨタ自動車が欧州で LBX という名称の商標登録を申請していたことが分かった。欧州連合知的財産庁エウィポの公式サイトに記載されている。 LBX はトヨタ傘下の高級車ブランドレクサスに関する商標登録とみられる。例えばレクサスは最上級 SUV として LX をラインナップする。同社はトヨタランドクルーザー200のレクサス版だ。フルナイズボディにパワフルな 5.7 リットル V 型8気筒ガソリンエンジンを搭載し、ラグジュアリー志向を強めている。一方トヨタが欧州で商標登録を申請した LBX とはレクサスの小型の SUV のネーミングとなる可能性がある。ところでトヨタはヤリスクロスを欧州 B セグメントに投入する予定だ。ヤリスクロスは新型ヤリスと車台を共有するコンパクト SUV。 新型ヤリスと同じくヤリスクロスにはトヨタの新世代コンパクトカー向け TNGA プラットフォームのガビーと一新したハイブリッドシステムを採用した。また取り回しの良いボディサイズと居住性や荷室空間といった SUV らしいユーティリティ性能を両立させている。レクサスの LBX はこのヤリスクロスと同じが B プラットフォームをベースとした小型 SUV として登場する可能性がある。